最後の中間テスト的なブリーダーズカップ大会を開いた前回、この後は強い馬に出会えるかどうか走っていきましょう。それぞれのカテゴリーで戦わせ、まとめるとこんな感じ。アジュディ系とワッフルナッツ、メジロキターンズが優勝を分け合う形となりました。では今回は生産を引き続き始めていきます。まずはダビスタ界では超有名なバンブーアトラス、トムフールのクロスがあり、スピードが爆発してくれれば嬉しいです。コメントはスタミナ、スピード、体質が弱いの3つ、晩成型ではなかったので大物なのかは分かりません。その後デビューしましたが、どうやら活躍しまくるような走る馬ではなかったようで、重賞でなんとか走れる程度。それでも5歳の天皇賞春、メンバーに恵まれチャンスが訪れます。G1 レースで勝利したバンブの子供、 G1 優勝できただけでとりあえずホッとします。最終的には21戦9勝、5億ほど稼ぎ、平均以上の馬となりました。 G1 勝利は天皇賞春とフェブラリーステークスの2つ、 G1 レベルというよりは運が良かったタイプだと思います。強くはなかったです。アーニングインデックスは 1.39、 ロイヤルアカデミークラスの馬が出てくるか、次に行きますね。お時間ももったいないですし、ちょっと次の2頭は省略させていただきます。省略したのは東海帝王とジョリーズヘイロ、アーニングインデックスで判断してもらえると助かりますが、平均の 1.05 だったジョリーズヘイローと外れだった東海帝王でした。次の馬のために省略しました。異質なパラメータを持つオジジアンです。成長が持続型で短距離タイプ、実績 B 安定 B というパラメータ、テディ系というのも見事配合にはまったものなら、それも異質な感じがあると思います。そして今回スピードのクロスも入りました。オジジアンから生まれた子供のコメントはしっかり必要なものが入っていて、スタミナ、勝負根性、スピードの3つを確認。そして早熟、これは持続型の可能性があるのでまだ分かりません。まだ期待することもなかったデビュー戦、オール20丸でちょっと差はつきます。新馬戦を気持ちよく勝利し、G3 フェアリーステークス、ここもメンバーがまだ強くないとはいえ、オール20丸印でかなり期待しましたが、走りはちょっとキレがありません。それでも桜花賞に出走し、ここもほぼオール20丸と同じ状況、期待はできるのかな。印は良いし、結果も出していましたが、やっぱりスピードがそこまであるようには見えません。
安定してるのはいいですけどね。 NHK マイルカップでやっぱりスピードの不安を感じ、そこで期待がかなり減りましたが、人気薄で突っ込み 2000m 以上の G1 を2つ、有馬記念と天皇賞春を勝つというラッキーを見せていました。勝たないだろうと思って、ただ録画もしないで見ていたくらいに。ということは、もちろんこのレースに出る流れ、宝塚記念へ、マヤのトップガンがライバルになりそうですが、一番人気。凱旋門賞に出る資格を得ました謎のオジジアンの子供です。走りやタイムを見てもやっぱりスピードがすごい馬には思えないです。凱旋門賞ではどのくらいの人気になるのかな。結果は9着、下から2番目の人気だったので、この結果は仕方がないですが、いい思い出になりました。結局6歳まで現役を続け、25戦10勝、9億近く稼いでいました。G1 勝利は、お伝えした3つのレースのみで、凱旋門賞に出るには効率が良い、運が良すぎる結果となりました。印の見栄えが良かったのは、サブパラが良かったんじゃないかなと思います。スタミナはそこそこ、スピードがどうしても足りなかったので、もっとあれば文句なしのこのシリーズ最強馬になっていたかもしれませんね。本当の強さを持っている馬、なかなか出てきませんね。残り50頭くらいなんですが、どうなるでしょうか。